久しぶりだね。君はまだ覚えているかな。助けを求める少女の叫びが君のもとへと届いたことを。すべての始まりは突如現れた謎の大穴。クリスタルは闇に飲み込まれ、世界は危機に瀕していた。ちょうどその頃だったね。君がこちらにやってきて、あの4人と出会ったのは。最初はティズ。すべてを大穴に飲み込まれてしまった彼だけど、君の魂の力を借りて生き残った奇跡の少年だ。絶望の淵にいた彼に、一人の少女が希望をもたらした。それがアニエス。クリスタルに輝きを取り戻せる唯一の存在だ。二人は妖精エアリーに導かれ、クリスタル解放の旅に出た。次に出会ったのはリングアベル。記憶をなくしたお調子者。彼はある少女を探していた。それがイレア。リングアベルはいきなり運命の人だなんて言い出して、もともと彼女は敵だったんだけど、信念に従い、君たちの仲間になったんだ。君たちの旅は戦いの連続だった。行く手を阻むのは、エタルニア公国軍のアスタリスク所持者たち。クリスタル信仰に異を唱える公国は、その巫女アニエスを捕まえようとしていた。だけど、そんな彼らを突破して、ついに君たちはやり遂げた。風、水、火、土。すべてのクリスタルを解放し、その輝きを取り戻したんだ。これで世界に光が戻る。君たちがそう思ったその時、突如光の柱が立ち上り、空に大穴を開けた。別の自分たちが住む平行世界に通じる大穴だ。またどこかの世界に大穴が開いてしまう。こうやって負の連鎖が続いてきたんだ。クリスタルを解放すること、つまりそれは仕組まれた罠だったんだ。すべて思い出した。自分と同じ顔を持つアナゼルを見て、リングアベルはつぶやいた。自分がある敵に敗れ、別の平行世界から流れ着いた存在であるということ。その敵というのは、そう、君たちを導いてきた妖精エアリーこそが真の悪だったんだ。エアリーはイクマンの平行世界を大穴でつなぐことで邪神を復活させようとしていたのさ。邪神ウロボロス。奴は平行世界を自らのエネルギーに変える、まさに無尽蔵の力を持った敵だった。4人ではかなわない。彼らが諦めかけたその時、君へ少女の声を届けたペンダントが光った。その光があまたの平行世界の4戦士たちを結びつけ、ついに君たちはウロボロスを打ち破ったんだ。こうして再び、ルクセンダルクに平和が訪れた。それから、アニエスは暴走したクリスタルをめぐって、一つ一つ元通りにしていった。その最後の旅から戻った後、彼女は法王になったんだ。イデアは、父の理想を継ぐため、国へと戻った。大切な人たちと、今度はしっかり手を取り合い、新しい時代を築こうとしている。リングアベルは自分の世界へと帰っていった。目的はわからない。忘れていた使命を思い出したのかもしれないな。そしてティズは、自分に宿るもう一つの魂に気がついた。そう、君の魂だ。借りてたもの、ちゃんと返さないと、な。こう言ってティズは、長い眠りについてしまったんだ。どう？思い出したかな。そして世界は再び動き出す。